こんにちは、ショートショート作家の田丸正智です。今回はですね、フィクションだから言える本音という話題についてお話しできればなと思っています。こちらですね、少年院での活動を通じて、感じるようになった、フィクションの持つ可能性、についての話ですね。このフィクションの中だから言えるっていう本音があるんじゃないかなっていうところが、結論なんですけれども、こういう、考えを抱くようになったきっかけですね。で言いますと、少年院で実際に生まれた、作品、これが一つのきっかけになりました。せっかくなんでご紹介したんですけど、オレンジの桜という作品でして、で、簡単に、まとめるとですね、ある時、昔主人公は感謝の気持ちをちゃんと抱けてる時に桜を見たら、オレンジの桜に見えた、オレンジ色に見えたんだと、そういう設定なんですけど、で、なんですけど、以前は見えてたんですけど、最近は、見えていなかった、反抗期っていうところも関係してきて、なかなかご両親に、素直になれない、ひどいことを言ってしまう。で、桜もオレンジ色の桜も見えないんだと、そうなってしまったんですけど、でもですね、今ここ数年で、両親の苦労ですとか愛情を知ることができて、で、今目の前の桜はオレンジ色に、光ってるんだと。なので、ここから先は自分が両親を支える番だと素直に思うことができたんだみたいな、そんな、お話、オレンジの桜という一作がありまして、いや本当に素敵な一作だなと思いました。で、もしかしたらですね、今の一作だけを表面的に切り取ると、なんかちょっと模範解答的な、なんか感謝を綴りましょうと言われたから、なんとか書きましたみたいな作品に、取られてしまう可能性もあるかもなとは思うんですが、実際その可能性ももちろんゼロじゃないですよ、常になんですけど、でも少なくともその場で、発表を直接僕は聞いてるんですけど、発表を伺った時にもすごい胸に訴えてくるものがあったんです。その読み方もそうですし、何でしょうね、なんか取って作ろうっていう感じはせずに、なんか心から書いてくださったような気がしたんです。で、周りの少年たちとか教官の方たちもおーっていう風になったんですよ。で、ですもう一つ後日なんですけどね、後日そうしましたら、お手紙をいただいてですね、その少年から。で、そこに書かれていたのがですね、自分は今実は両親とうまくいってなかったんだと。で、なんだけども作品を通して両親に自分の素直な思いを、気持ちを書きたいなと思って当日、書いたんだと。で、直接この気持ちを両親に伝えることは、なかなかできないんだけども、今回物語を手紙に書いて、遠回しに今の思いっていうのを両親に伝えようと思いますと、いいきっかけありがとうございましたみたいなことで、書かれていたんですよね。いやー、なんか本当作品だけでもすごく感じるものがあったんですけど、実際にご本人から手紙をいただいて、いやー、なるほどっていうふうに、そういうことだったんだというところで、胸がいっぱいになりましたね。で、今思い出してもやっぱりこう、すごい胸にくるものがあるんですけど、こんな経験をしてからですね、フィクションだから言える本音があるのかなと、そういうことを考えるようになりました。そして、これは少年院での少年たちの例なんですけど、少年の例なんですけど、でもですね、少年に限らず多分広く言えることなんじゃないかなとは僕は感じるようになりましたね。というのがですね、もともと創作物って、作者の方のですね、考えですとか、主張というところが反映されるものだと思います、ある程度。何をしようとするかにもよりますけどね、おおむねそういうところはあるとは思うんです。なんですけど、何か広く訴えるっていうことだけじゃなくて、ごくごく個人的な思いとかを伝えるためにも、こうフィクションというのは機能してくれるんだなっていうふうに、思いました。その可能性があるんだなというふうに思いました。で、手紙ですとか、面と向かって言いづらいこともですね、でとか気恥ずかしさを覚えるな、照れくさいなってことでも、フィクションって言い訳があれば素直に伝えられるようになるかもなっていうふうに思っています。ただ一方でですね、これもちろん危険性といいますか、フィクションの中に必ず本音が隠れてるんだって思ってしまうと、ちょっと怖いところももちろんありましてですね、例えばですけど、面白さを追求して書いたブラックな描写に対して、これはあなたが本当に思ってることなんですねって、誤解されることもあるでしょうし、曲解とか邪推とかもそうなんですけどね、なんかこれは自分の悪口
言ってますよねみたいな、私のことですよねみたいな、そんなこと全くなくてもなってしまう可能性もありますから、これはもうどっちっていう話で、そういうこともあるっていう、双方そういうこともあるとしか言えないんですけれども、なので、ビクションには必ず本音が潜んでるんですっていうのは違うとは思うんですけどね、でも、この少年院の経験っていうところは、フィクションの持つの可能性、ポテンシャルっていうのは、改めて感じさせてもらったような気はしています。たまたまですね、同じような文脈で、別のところでも感じることがその後ありまして、以前にですね、愛媛新聞で開催していた、長賞と賞とコンテストというものがありまして、そちらの受賞作で藤原智子さんの家族新聞という作品があります。概要欄にURL 貼っておきますので、未読の方はぜひ、読んでいただきたいんですけれども、素晴らしい作品なので、でここの好評のところでもちらっと述べたんですけど、やっぱフィクションだからこそ言える SOS もあるのかもしれない、先ほどのフィクションだからこそ言える本音っていうところと派生というか近いところで、フィクションだからこそ言える SOS があるんじゃないかなと、これは一つのお話の中、それこそフィクションの話なんですけど、でもちょっと僕はメタ的にというか、そういうことを感じた一作だったので、よければそちらも読んでほしいなと思っています、ということでですね、皆さんもですね、ポジティブな意味で、なかなか言えない本音っていうのをフィクションにくるんで、そして、どなたかに伝える届けてみるっていうのはいかがでしょうか。